日本の町中華に行ってみたというアメリカ人女性によるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回はここがレストラン？絶対嫌。アメリカ人女性が日本の町中華に行った結果の話題です。海外、日本の食文化は恐ろしい。昔ながらの地域に根ざした大衆的な中華料理店、町中華。リーズナブルでボリュームたっぷり、また居心地がいいなどの理由から多くのファンに愛され続けています。さて、今回ご紹介するのはそんな日本の町中華に行ってみたというアメリカ人女性によるエピソードです。彼女は日本の中華料理とは横浜にある中華街の料理だと思っていたそうです。ある時、友達のおすすめで町中華で食事をすることになったと語っていました。彼女は町中華で食事をしてどのように感じたのでしょうか。早速ご紹介していきます。アメリカにも日本料理のレストランがあるけど、私には高くて気軽に利用できるところではなかった。でも日本語を学ぶために日本に留学している時にアメリカでは食べられないいろいろな料理を知ったわ。安いし美味しい。その中でも一番のお気に入りのお店を紹介したいと思う。日本には1年間滞在。学校には学生寮もあったけど、ワンルームマンションで生活することにした。勉強が忙しくてほとんど外食だった。ファストフードで買って部屋で食べるとかね。自分で作るよりも買ってきた方が早いのよ。コンビニやスーパーではすぐに食べられるものを売っているから便利。なるべく安いものを選んでいたけど、それでもなかなか美味しいの。友達に安いお店を教えてもらって一緒に食べに行くこともあったわ。安くて美味しい牛丼のお店、寒い時に行きたくなるうどんの美味しいお店、部屋で一人で食べるよりも友達と話をしながらの食事の方がホッとする。それに友達といれば日本語で会話をするから勉強にもなる。ある時、友達と食事をすることになったんだけど、どこで食べるか決まらないの。私は今まで食べたことがない美味しい日本の料理を食べたいとリクエストしたわ。それに加えてできるだけ安いところと言ったの。友達は考え込んでしまった。それであなたが一番行きたいところでいいのよと言い直したの。すると、どこでもいいの？中華でもいい？と聞かれたから OK したわ。だけど中華料理って高いんじゃないかしら。それに美味しいのかどうかもわからない。それを言うと友達は、私の中では一番のお店があるわよ、近所だしそこにしようか、というの。中華料理は横浜にある中華街で食べる料理のことじゃないの？有名よね。行ったことはないけど。友達の言う中華料理のお店は横浜の中華街にあるのではないらしい。しかも週に何度も通っているとか。今まで何回か一緒に食事をしたことがあるけど、どれも美味しかった。きっと中華街にあるような美味しい料理のお店が近所にもあるんだわ。ただ値段が気になった。ちょっとだけ迷ったけど、彼女の勧める中華料理のお店に行くことになった。横浜の中華街はネットで見たことがある。赤やゴールドで装飾されたきらびやかなレストラン。屋根もユニークで、どのお店もとってもゴージャスな感じだった。あんな感じのレストランが近所にもあるなんて。彼女について歩いている時、私はゴージャスな外観のレストランを探した。ないじゃないの、まだ遠いのかしら。そう思っていると彼女は、ここよ、とあるお店の前で足を止めた。え、ここがレストラン？イメージと全然違う。看板はなんだか古びていて、大昔からここにあるような感じだ。悪いけど、お世辞にも綺麗なレストランとは言えない。狭そうだし。心の中では絶対嫌、中華料理なら中華街に行ってみたいと思っていたわ。思っていることが顔に出ていたかも。彼女は、大丈夫よ、美味しいんだから、とさっさとお店に入っていく。お店の中は思った通り狭かった。でもその狭い空間にお客がいっぱいいたわ。カウンターの中では年配の女性が忙しそうに何かを調理している。いい匂い。その女性は顔を上げ、友達に向かって、おかえり、と声をかけてきた。おかえり？友達も嬉しそうに、こんにちは、今日も疲れたわ、と挨拶している。その上、近くに座っていたお客とも何か話している。顔見知り？常連客同士ということ？そして私を紹介してくれた。
突然のことで慌ててしまったけど、なんとかお辞儀をすることができたわ。空いているテーブルについて、ここが中華料理のお店なの？と聞いてみた。彼女の説明では、こういった中華料理のお店を町中華と呼ぶらしい。結構古くからあるお店が多くて、お客は地元の人がほとんど。本格的な中華料理というよりも、日本人の口に合う中華料理を出すお店だそうだ。テーブルには誰かが読み終わった新聞や雑誌が置かれ、お店の隅の方の上にあるテレビはお客が勝手にチャンネルを変えている。知り合いばっかりなのかしら。そういえばさっき、お帰りと言われていたのはどうしてと聞くと、学校帰りに寄ることがほとんどだからよ、というの。まるで親戚の家にでも立ち寄ったみたいな気軽さね。フレンドリーだし、こういうお店悪くないわ。オーダーしたのは彼女のおすすめの料理、五目チャーハン。目の前で手際よく調理されている。お待たせ。と私たちの前に出してくれるまで大して時間はかからなかった。もうできたの？出来たて熱々の五目チャーハンを食べてみると。うわぁ、美味しい。エビの歯ごたえがいい。しかも安い。友達が週に何度も来るのもわかるわ。美味しいし安いしリラックスして味わえる。それ以来、町中華で食事をするのが大好きになったの。私の住んでいる町にも町中華があったわ。いろいろなお店に行ってみて、お気に入りのお店を見つけたの。何度も通ってお店のメニューはほとんど試してみた。ラーメン、餃子、中華丼、レバニラ炒め、焼きそばも天津飯も食べた。ラーメンだけでも数種類あったわ。びっくりしたのは出前サービスもやっていることよ。出前用のボックスがあって、その中に料理を入れてお客の家まで運ぶの。それでね、料理が入っている器にはビシッとラップするのよ。これならラーメンとかのスープ料理でもこぼれないんじゃない？この出前サービス、なんとサービス料金を取らないらしいの。食べ終わった器を取りに来てもらうのも含めて無料なのよ。こんなサービスはアメリカにはないわ。友達に私のお気に入りの町中華を教えて一緒に食事をした。餃子と五目チャーハンをオーダーしたの。彼女は、私がよく行くあのお店とは味が違うけど、こっちも美味しい、ですって。もしかしたらお店によってレシピが違うのかも。確かに他のお店では餃子の形が違ったし、ラーメンの具材も違った。食べ比べも面白いかもしれない。町中華っていつ頃からあるのかしら。友達も知らないみたい。スマホで調べ始めてくれたわ。日本で中華料理が注目されるようになったのは明治時代。今から100年以上も前のことだという。メニューはシューマイやワンタンといった庶民的な料理、そして本場中国の味に似せた具のない中華そばだった。やがて中華そばの人気が出るように、日本人の口に合うように工夫されたそうだ。塩味を醤油味に、そしてチャーシューやメンマをトッピング。この中華そばがラーメンとして大人気になったとか。ある日早くできてお腹いっぱいになる丼物をリクエストされる。丼物というのは、丼に入れたご飯の上にうなぎや天ぷらを乗せたもの。それがうな丼、天丼。その当時は丼物が人気だったらしい。そこで中華料理にも丼物を取り入れることになった。ポイントはとろみのあるおかず。とろみがないとご飯が汁気でべちゃべちゃになってしまうから。その結果、新しい中華料理、中華丼が生まれたのだそうだ。卵焼きに酢豚の餡をかけた天津飯も誕生。とろみがあると、おかずのタレを残さず食べることができる。そんなことから、他にも様々な丼物が生まれたらしいわ。それが町中華の始まりだったみたい。町中華のメニューはどれも食べやすくて美味しい。中華料理というよりは、日本オリジナルの料理ね。私は中華街と言ったら横浜だと思っていた。でも横浜の他に神戸、長崎にも中華街があるそうだ。共通点は港に近いこと。外国人居住地が作られたことがきっかけで、それぞれの場所に中華街ができたみたい。中でも一番大きいのは横浜の中華街。中国料理のお店が200店舗以上あるんですって。すごい。友達は何回か行ったことがあるそうだ。食べ歩きをして足裏マッサージを受けたとか。そして、でもやっぱり近所のお店の方が落ち着くのよね、という。横浜の中華街は規模が大きすぎて何時間も歩き回るからかなり疲れるそうだ。それにレストランに入って食事をするなら一人じゃなくてグループで行くといいかも。中華街のレストランでは料理をいろいろオーダーしてみんなで食べることが多いからよ、とも教えてくれた。
お店にもよるだろうけど、ネットで見たレストランはそんな感じだったわ。中華街にも行ってみたいけど、勉強が一段落してからじゃないと難しいかもしれない。でも近所にこんなに美味しい中華のお店があるから焦ることはなさそうね。最近では私も常連客の一人になりつつあるの。そのくらい通っているのよ。よく顔を合わせる人と日本語で話をすることもある。一人で気軽に利用できて、慣れてくるとホッとする場所。リーズナブルでボリューム満点だし、お気に入りよ。以上がエピソードの概要です。そんな日本の町中華は SNS や YouTube などでもたびたび紹介されており、海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。町中華の一人前のボリュームがすごいんだ。これを食べれば一日働けるよ。うちの近くの町中華レストランも最高に美味しいんだ。とても高齢だけど、彼女こそ世界最高のシェフと本気で思っているんだよ。町中華は家でも作れそうに思えて、絶対に真似できない絶妙なラインの店が多い。日本の町中華を見てしまったじゃないか。もはや飯テロ。これを食べるためだけに日本に行きたいよ。なんだかホームシックになっちゃった。日本で生まれたわけじゃないんだけど。日本の中華料理は日本人向けの味、日本風中華料理なのさ。それはそれで素晴らしいと思うよ。日本の食文化は恐ろしい。だって何でも美味しいからね。特に町中華は俺のお気に入りさ。以上が海外の反応です。エピソードをご紹介したアメリカ人女性は、日本の町中華の料理が気に入ったようです。この様子だと日本にいる間は通い続けるかもしれませんね。安い、美味しい、ボリューム満点、居心地抜群、そんな街の人たちに愛されている大衆的な中華料理店、町中華。これも貴重で素晴らしい日本の食文化の一つのようですね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか？ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。